What's up, odd jobbers? Welcome to the fourth part of Madoka Magica movie reaction, The Rebellion, part four. I know you've been waiting, and so without further ado, let us begin. Part four. ここは偽物の街。誰かが夢に見た願望の街。Dude, that's beautiful. Minna, Makizoi, Mister. Conna, Ari, and I, Sekai, and Nigekon, the Monogaid. Maju to the Taka, Shime, Sail Market. Sonna, you are. You decided to eat Waka. But it's like a wonderful world, though. Tataka, it's the Kinaka. そんな私たちだからこそ、あの子は身を挺して救おうとしてくれた。こんな茶番劇、まどかの犠牲を無駄にしているだけよ。許せない。How innocent. Dude, Madoka is such a bae. にとってもそれは我慢できないほど辛いこと。
とだってお別れなんてしたくない。もし他にどうしようもない時だったとしても、そんな勇気が私にはないよ。そうだったのね。それがあなたの What's happening? What happened? She's like braiding her hair back to like when they very first met. She unbraided her hair? Yo, that cute. もしもし、ホムラか。ねえ、サクラさん。あなた、魔女のことは覚えてる。そいつも何か？本当なら覚えてなきゃおかしい事柄なのか？いいえ、知らなくて正解よ。おい、こら！からかってるんじゃねえぞ！じゃあ、カナメマドカ。はぁ？彼女のこと、覚えてる。あなたが彼女のことを知ってるはずがない。その記憶は偽物よ。悪い冗談としか。わあ。こんな簡単なこと、少し考えれば分かったはずなのに。いや、her hair is。捏造できるとしたら、それはマドカのことを知っているもの。Being more and more intense。これで分かったわ。じゃあ、サヤカ？私たち全員の記憶を書き換え、偽りの御嶽原に閉じ込めた張本人が誰なのか。おい、ホムラ、大丈夫か？今どこにいるんだ？マスク？最後に一つだけ確認したいこと。それで全ての決着をつける。あなたの手は煩わせない。おい、巻き込んでしまってごめんなさい。Those are some intense body movements. ソウルジェムを手放しても私の体が動くとしたら、せいぜい100メートルが限度のはず。
This is just freaky. What is happening? Yo, that's goosebumps right there. What? I find that so creepy though, the handprints. Ooh. Oh, incubator. Finally speaks.外からの誘導で、
犠牲者を連れ込むことはできる。魔女としての君が無意識のうちに求めた標的だけがこの世界に入り込めるんだ。ここまで条件を限定した上でなおも円環の断りなる存在があくまで明美穂村に接触しようとするならば、その時は君の結界に招き入れられた犠牲者という形でこの世界に具現化するしかない。そうなれば僕たちインキュベーターはこれまで謎だった魔法少女消滅の原因をようやく特定し観測することができる。実際君が作った結界には現実世界にはすでに存在しないキャラクターが奇妙な形で参加している。とりわけ興味深いのは過去の記憶にも未来の可能性にも存在しない一人の少女だ。うわ、この宇宙と一切の因果関係がない存在なのに彼女は何の違和感もなく君の世界に紛れ込んできた。まあそもそも最初から探す必要さえなかったんだ。手間を省いてくれたのは君自身なんだよ、明美穂村。君は以前から円環の断りのことを金目まどかという名前で呼んでいたからね。じゃああの子はやっぱり唯一厄介だったのは金目まどかが未知の力を発揮する素振りを全く見せなかったことだ。結界の主である君の記憶操作はまどかに対しても作用してしまったみたいだね。彼女は君を救済するという目的だけでなく自分自身の力と正体さえ見失っていたようだ。これでは手の出しようがない。おわお、I don't even know where to begin right now. My mind's like, what? 神であることを忘れ、明美穂村は魔女であることを忘れ、おかげで僕らはこんな無意味な堂々巡りに付き合わされることになった。まあ、気長に待つつもりでいたけれど、君が真相にたどり着いたことで、ようやく均衡も崩れるだろう。So that's the real Madoka. Madoka forgot that she was a god. That's crazy. あなたたちの狙いは何？もちろん、今まで仮説に過ぎなかった円環の断りをこの目で見届けることだよ。何のために？好奇心なんて理不尽だって言ってたくせに、マドカの存在をただ確認するためにこんな大げさな段取りまで用意するわけがない。マドカ支配するつもりね。最終的な目標については否定しないよ。まあ道のりは困難だろう。この現象は僕たちにとって全くの謎だった。存在すら確認できないものは手の出しようがないからね。それで諦めるあなたたちじゃないわ。そうだね、観測さえできれば干渉できる。干渉できるなら制御もできる。いずれ僕たちの研究は円環の断りを完全に克服するだろう。そうなれば魔法少女は魔女となり、さらなるエネルギーの回収が期待できるようになる。Alright, we'll stop there for now, and we'll continue the rest at a later date. So like always, thank you for watching, and like always, stay sweet, odd jobbers. But yeah, this episode, oh my god, ton of information. I just need to soak that in before watching the last two parts. So that, yeah. Peace!